This is a sketch of a roaring lion by Leonardo da Vinci sketched in red chalk on paper.Today's video is about a lion which seems to have been defanged and have a human eye. これがダヴィンチが描いたとされる吠えるライオンの絵です。赤チョークで描かれていますがこのライオンには あるべき牙が,ありません牙がないばかりかライオンの目というよりは人間の目を持っているように見えます今日の動画はそれについてのものですダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵は絵ではありません 絵という世界共通言語で書かれたメッセージということになりますでこの吠えるライオンの絵の中にはどんなメッセージが込められているのでしょうかということですけども実際のライオンの写真と比べてみるとですね極めて細部まで正確に書かれているのが分かります皆さん自身の目でご確認ください たてがみの方向ですねそして口の中の様子舌の表現の仕方そして歯ですねがしかしライオンといえば牙ということになりますがその牙が表現されていません考えてみればこれはおかしなことです極めて細部まで精緻に描かれているにもかかわらず牙のない ライオンとということになります左右比較してみてくださいでその他の歯など口の様子は本物のライオンと同じということになります、えー、下の牙もですねないように見えますやや口の開き方が甘いといった感じがしますので どこかに隠れているかなと思って探してみたんですけども下の牙も見当たりませんでしたともかくも上の牙はですね上顎の牙はありませんなぜでしょうかしかも歯並びがあまり良くないようです左右比較してみてくださいがそれだけではありません目を見ていただきたいんですけども ライオンの目というのはですね、ライオンの目なんですね。ところが、右のライオンの目は、その目とは違います。そこでダ、ダヴィンチなる人物の肖像画をですね左右反転して、わ、まあ、かりやすい方の目ということで、向かって右側の目で比較してみます。中央のダヴィンチの目と、それから吠えるライオンの 目をですね注意深く比較してみてくださいこの両者の目は同じということになります目の付け根に黒いイボのようなものがあります目尻の様子ですねそれから目もですねまあ、ライオンの目とそれほど違わないにしてもですねどうなんでしょうか目尻の様子もやはりよく似ていると言いますか逆に一番左のですね ライオンの写真とと比べてみるとですね、どちらに近いかということになれば向かって右側のいわゆるホエルライオンの目はですね、中央のダヴィンチの目に似ているのではないでしょうかということはここに描かれているライオンはつまりはダヴィンチということになりますホえるライオンはダヴィンチ自身の、まあ、姿ということにもなるわけですけども 牙が抜かれています言い換えると「黄昏時のダ・ヴィンチ」の牙を抜かれた姿を、まあ、表現したものではないかと私は考えていますでおまけということになりますがこの絵をですね90度右に回してみますそうするとですねこの体の体部分がですね どうやら人間の子供らしきものが描かれているのではないかということです。バイハイシヒルシ発見ということになりますけれども、考えすぎなのでしょうか。また、なぜ、まあ、そうであるとするならばですね、ダヴィンチなる画家はここに人間の子供の姿を描いたのでしょうかということにもなります。もし これが人間の子供を描いたものであるとするならばなぜ人間の子供かということになりますがここではあくまでもそのようにも見えるという範囲でとどめておくことにします。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama 浜松駅 Japan.How come could he sketch it?Explosion、uh, sketched by Leonardo da Vinci、uh, in Japanese.Davinci の描いた絵の中でもう一枚不思議なと言いますか、謎に満ちた絵が一枚あります。爆発という題の、まあ、誰がつけたら名前か知りませんけども、爆発というタイトルの絵です。なぜ彼はこんな 爆発の瞬間の絵を描くことができたかということなんですね。これがそのスケッチなんです。えー、ゴーゴーと渦を巻いて、爆発して、何かが爆発している瞬間を、えー、ダヴィンチはスケッチしました。そして渦がですね、こう、行方にも重なっているところに注意してください。わ、えー、かりますか何十にも、あの、左の上にですね、何十にも重なって、そしてその渦が、ーゴーゴーと、あの、なんていか、爆発している様を描いたんですね。 で、ダヴィンチはこの、えー、爆発という絵を描いたんですけども、じゃあ実際の爆発はどうなっているか。ちょっと見てくださいね。ここでこの渦がちょっと気になるんですね。下から上へぐるぐるっと巻いてますね。そこで、まあ、あの、実際にはどうなのかということを調べってみようと思ったわけです。で、いろいろ画像を選んでみたんですけども、まあ、 まあこれはまあ核兵器の爆発ですけども、確かにあの渦を巻いて丸くこうなってるのがわかりますね。私は実はですね、爆発というのは小八方に散っていくものであって、このようにですね、煙がその、なんて言いますか、ぐるぐる渦を巻いて丸、丸まっていくってことは知らなかったというよりも意識しませんでしたね。確かにこのようにまあ爆発するってことはいろんな画像を見てね、私たちはもうそういった世界に住んでますから知ってるわけです。じゃあ実際の爆発はどうなのかってことなんですね。 で、これがあの、ま、あの、時短演習の様子を、あの、半分 CG 化したものですけども、半分は実写ですね。という、まあ、あの、これを、ま、10倍速、5倍速で見ていただいてますけども、この煙の様子を見てください。この渦をね、渦がですね、上から下に巻いてるの皆さんお気づきですかここ見てくださいね。今、矢印のところ。上から下に巻いてますね。というように、この渦は巻いていくんです。今度10倍速で見てみます。 で10倍速で渦がどのように巻いていくかということを皆さん注意深く見てください。で、中央の部分ですね、問題は。そして、ここのところですね、ここのところでぐーっと上から下へ巻いていきますね、外側は。この絵のように、というかあの、今こう見せましたようにぐるぐる上から下へ巻いていきます。ここに注意していただきたいんですね。 確かに渦を巻いていることはこれで分かったわけです。しかしこれを見て初めて分かったんですよ、私も。で、ダヴンチの絵はよく見るとこれ逆なんですね。下から上に巻いてますね。つまりこれ逆さまなんですね。これが正しい絵なんですね。じゃあなぜダヴンチは爆発の瞬間を逆さまに描いたかってことなんです。 ま、実際の爆発をもう一度見てください。まあ、ご覧になった通りなんですけども、えー、現代人の私たちですらもですね、見たことがない爆発のその瞬間をですね、どうしてダヴィンチはこのようにスケッチできたかという、まあ、謎がある、まあ、生まれるわけですね。と同時になぜダヴィンチは、逆さまに、 絵を描いたか、アップサイドダウンのね、絵を描いたかという謎が生まれるわけです。これはダヴィンチの描いた絵ですね。これは逆さまです。実際には、あー上から巻いてるわけですね。まあ、答えは簡単ですね。ダヴィンチは自分では爆発の瞬間を見ていなかった。なあち、エイリアンに教えられてそのように描いたということです。えー、上下逆さまは、についてはダヴィンチが間違えたということです。簡単なことですね。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Satoshi m o r i m o t o Japan. He drew what he saw.Space Aliens.In Japanese, 彼は見たものを書いたのです。Space Alien. 私はこの地図を見たときに、レオナルド・ダ・ヴィンチが 地球を離れて外惑星に行ったことを確信しましたこれは中部イタリアの地図です西側の海岸線ですここに川がありますイタリアの山の中を流れる川です 500年前には人をと離れた山の中にあったと思われますもちろん道路はありませんこれはグーグルアースで見た実際の地形です上はダ・ヴィンチの描いた空からの、まあ、地図ですね色を落としてみますと陰影が極めて よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います左がダ・ヴィンチ右がグーグルアースの実際の写真ですで、川はまあもっといくつか支流がありますがこうして線でつないでみましたこの地図を見たときに私はさらに ダヴィンチが外惑星に行ったことを確信しました。すなわち、ダヴィンチは自分の目で見たものを描いたのです。空想や想像で描いたのではなくて、彼自身が彼なりの方法で一生懸命私たちに何かを伝えようとして描いたのですね。あるいはこれがエイリアンたちの 2D フォトグラフだったかもしれません。 レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の目で見たものを描いたのですレオナルド・ダ・ヴィンチは自分の目で見たものを描いたのですレオナルド・ダ・ヴィンチは自分の目で 見たたもののを書いたのです。なぜなら彼自身自分が何であるか本当に知りたかったからではないでしょうか私はどこから来たのか私は何なのかダ・ヴィンチはそう自分に問いかけていたかもしれませんあるいはは、皆さんは こうした人たちとうまくやっていく自信がありますか ?Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.Hello, this is、uh, Hiroshihaya Shi Satoshi Morimoto Japan.Alien's Lady, a map of Pontine by Leonardo da Vinci.In Japanese, みなさんこんにちは。エイリアンの女性。 これはあの昨日作りましたビデオの続編ということになります、えー、ダヴィンチは地図をかなり残していますね、えー、それを今日紹介する前にフローレンス、まあ、昔のフィレンツェ、ね、からこのポンティーネというところへ今日は行きます距離は 323km ですから東京名古屋間ぐらいはあるわけですねでそこの地図を彼は残しているわけですこの半島ですねポンティーネというところだそうです でこれは今、見ていただいているのは、グーグルによるなて言いますか写真ですよねで、この間の距離が大体56キロですから、そんなに短い距離でもないんですよね。あのはい、ということで、これがあのダビッチェのごしたポンティーネの地図です、えー、正確ではありませんが、しかし、あのなんて言いますか、空から見たことがない,ない人には書けない地図ですよね。 まあそういう,そういうちょうどその中間あたりの感じです、でここに山があの下の方にぐちゃぐちゃっとあるのはこれ山なんですけども、この山がこういうふうになっているということは、このあたりの地形をよく知っている人が見たことがある人じゃないと書けないですよね、これがあの現実の、えー、アクシャルなビューです、実際の,あの山ですね、でここにこう三角形があるんですよね、でこれが一つポイントになるわけですけども。 ここに三角があって、ここに半島というか、まあ、あ,のあるんですねで、全体をこう見てみますと、この三角形のところ、ちょっと注意しておいてくださいね、これがちょっとあの後でポイントになってきますが、まあ、三角の部屋ですねで、その右のところが山岳地帯になっています、でここにこの今の半島があるんですけども、この今言ったその山のところ、山が山岳があるのはこの辺りなんですよね、ひょっとしたら場所を取り違えている可能性もありますけども、も、まあ、この山岳地帯と、 ここのの三角形のところとろ合うわけですよね。でまあ、私はここだと思うんですけど、も、いろいろな意見が出てくると思いますけども、ともかくもですね、完璧な地図でもないんですよね、あの川の精査もしてみましたけど、も、しかし、地上に住んでいる人は空想で描ける地図では絶対になりませんね、今の半島の,その先はこんなような地形になっていますから、これを空から見た。 のをどううやって想像したかでしょうねで、まあ、あの森本さんがおっしゃるには、これはエイリアンの女性ではないかというんですよね、髪の毛がまあ普通ではないと、人間はこんな髪の毛をしていたのかというんですけども、まあ、上の方はいいですけど、横の方がちょっと,、まあ、ちょっとこう変わった髪の毛ですね、でなるほど、そうだなあと、まあ、これは私の常識なんで、まあ、当時、ルネサンスの時代にはこうした髪の毛をしていた女性がいたのかもしれませんけれども、他の女性たちもこういう髪の毛をしてるんですよね。 でこれ、後ろから見たところなんですけども、まあ、ちょっと変わったと言いますか、この後ろから見たところ、あとこでもちらっと出てきますけどもあの、そこをご覧になってください。これはあのシスティーナ礼拝堂のいわゆるあの法王の選出なされる、ね、コンクラベの会場ですけども、でこの天井画にミケランジュロはこんな絵を残しているんですよねで。この髪の毛とよく似ているんですで。これは女性じゃありませんよ、男性ですから、まああのまあ、以前証明しましたが、 でこれもあのこここうしたのの人この女性、これは女性かどうかも本当に言い切れないところなんですけども、もこんな似たような頭の毛してるんですね、で目が明らかにこの人間の目でない目をしておられますおられますというのもおかしい、ね、ですけでこの首とまあをこう持っていくその女性もまたこれ変わった髪の毛をしているんですよね。ですから、まああのはい皆さん、あなたはどう思います、これ。あのでまあ森本さんがおっしゃるには、まあ、エイリアンだと。 はっきり英断ですよね、人間じゃないと。あのまあ、これあの、ダヴィンチの描いた絵をです、ね、森本さんが集めてくださいましたが、それを今、皆さんに紹介していますけども、ダヴィンチはこう見たものを描いたんですよね、あのそして懸命にその、まあ、これはスケッチ画ですけどもあの、人間に興味があったんでしょうか、エイリアンに興味があったんでしょうか、外の惑星に行って、そしてそこで出会った人たちを懸命にこう描き残したんですよね。 えー、というふうに解釈する,する,するのがまあ普通ですよね、あの想像で書いた、なうてなってますかあの、漫画とは違うわけです、漫画というかね、アニメとは違うわけですよね、そういった時代ではありませんので、でここに1人はあのその髪の毛、同じような髪の毛を持った女性がいるんですよね、でこれはこの方はもう、この女性はまあ人間とは思えませんね、非常に突き出た顎 で、左の方の髪の毛と比べていただきたい。綺麗なまあ、人間的にか人間から見れば綺麗な顔ですけどね。向こうの方から見れば左の女性は不気味でしょうね。相対性理論って言うんですよ。こういうのをね。まあ、少なくとも右の方はどう？見ても人間じゃないですよね。で、ダヴィンチはこのこの女性にどこかであった可能性があったということ、可能性が高いということです。はい uh, thank you very much for watching。see you next time by。e Hello, this is Hiroshima City Japan.Leonardo da Vinci's Aerial Photograph.It's proof and evidence.Leonardo da Vinci の航空写真、その証拠と証明、2回目。今日はですね、もう一度レオナド、Leonardo da Vinci の残したこの地図を精査しています。これはイタリアのイモーラの街です。 寸たがわずというか、やはり500年以上の年月が経ってますから、家の数、それから道路の雰囲気は多少変わっていますが、しかし基本的な構図は全く同じといいますか、明らかに航空写真であるということなんですね、ではその証拠をいくつかお見せします、まず第一にですね、こうして合わせてみます、まあ、一つはちょうど中央、やや右下にあるのがこれは教会ですね、当時も今もあると思われます。 そのままなんで、すねでこう重ねていますと、実によく似て、道の太さ、長さ、傾き、それから道の変化がしてますね。あの太くなったり、細くなったり、そういう部分まで同じだということにご注意ください。で、さらに拡大してみますと、ここに教会の屋根が見えますね。この今の矢印の方から見たのがこの教会ですあ。そしてこの屋根を見てください。どうしてダヴィンチは屋根の様子まで変えたのでしょうか。 おそらく煙突か何かだと思うんですけども、今度はこの角度で見てみますと、えー、こういうふうに見えるんですね。普通は歩いていて地図を描いたら、この屋根の様子わからないはずです。今度はこの角度から見てみま,ますと、向こうの方、手前になってますか、えー、建物がありますね。この建物の屋根まで描いてある。これ、シょッとしたら中央部は中庭かもしれません。どうして屋根の上から描くことができたのでしょうか。 どうして屋根の上の様子をダヴィンチは描くことができたのでしょうかそれは空から見たからなんですね。そこでは空から撮った写真だからこそできたんです。えじゃあここの黒い部分は何かということですよね。当然歓迎ですよね。 じゃあ、この部分をですね、実際にどういうふうになっているか、当時のままだと思いますので見てみましょう。この矢印の角度の方から見てみますと、こういうふうに、えー、高い塔が見えますね。大きな塔。それから厚い壁が見えます。ちょもう一度こちらから見てみますと、こういう高い、なんていすか、塔というかあ、見えますね。これが大きな影を作っていると考えられます。えじゃあ、この道の横になぜ影があるかということなんですよね。 あの、家は左の方はありませんがね、昔は今はありますけども。それについては、こうした修道場、それに続く、まあ、なってますかね、大きな教会が近くなりますが、こうした塀で取り囲まれていたと考えられます。今は家が建ってしまって亡くなってしまっているわけですね。まあ、このようにダヴィンチの絵はですね、調べれば調べるほど航空写真であったということはわかるわけです。なぜダヴィンチはそんなことができたか、当然エイリアンに助けられていたからです。あるいはダ、ダヴィンチ自身がエイリアンだった。 可能性が高いもっ言いますとダ・ヴィンチ自身ははっきり言いますレプタリアンでしたこれがダ・ヴィンチの若い時の自画像です Thank you very much for watching and see you again next time Bye どうか次のビデオもご覧ください h l l o This is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan Today's story is about a trick Made by Leonard Da Vinci A map drawn by 2D photograph technology I would like to prove that he used a trick, very serious trick, to cheat humans or us. Today's story is Leonardo da Vinci's tricky trick. This is a very serious problem. So uh, please watch this video very carefully, and uh, you, you judge. If I, what I say is what say true or not これは私たちのみならず、ダヴィンチにとっても大変、まあ、なっていすか、迷惑に関わる重大な問題です。ですから、皆さん自身で判断してください。これがーイモラのイタリアの街です。でダヴィンチはこのイモラの町の地図を残しました。この今、黄色いところ、黄色い線が、ね、1.41km、もう十分大きな街ですね。 でダメージは残した地図がこの地図なんです先ほどお見せしましたようにまあ重ねてみたところ寸部たがわず同じなんですねがそれだけではありませんこの道路見てください地図は地図でもこの地図はいくつかの特徴がありますすなわち道だけではないんですねこの交差点がややずれている部分それから道の太さまで正確に表現してあります のみならず当時は家は少なかったと思われるんですけども、家々まできちんと書かれているということなんですね、家まで。そして、今も言いましたように、道路の太さがですね極めて正確に太い道は太く、細い道は細くというように、ですね正確にあー表現してあるということなんです。私たちが一般的に使う地図とは違うということですね、違うというかあの、まあ、今はこうした地図がありますけれども。 例えば、道がてこぼこしている部分、今の部分ですね、こうして広場があるところ、道が細いところが曲がっているところ、微妙なライン、こうしたところまできちんと表現してあるということなんです。そして、その、例えばですね、地図ですから道が分かればいいというように、道を書くのではだけではなくて、太さまで細い路地は細い路地。そして えー、その細い路地がです、ね、500年以上も経った今も、まあ、イモラの町では残ってるわけですけども、こうしたところこの道がずれてるの分かりますか、上から来た道がややほんのわずかずれてる、それまで表現してあるわけですね、そしてこの傾き、角度、家の,の道路の傾いているところそしてこれが完全にクロスしてなくてね、ややずれてクロスしている部分など。 まあ、イモラの街は最後にお見せしますが、非常にこうあのごちゃごちゃした街なんですよね。あのでこの空から見た、あのなんて言いますか、家の様子まであの書き込んでやるわけです。わかりますかあのいわゆる、なんてないうかな、中庭まで書き込んでやるということですね、分かりやすく言いますと。あのそしてこの、ここの部分見ていかてくださいと分かりますけども、道がです、ねまあ、500年経ってますから、かなりまあいろいろとあの家も。 変わったんでしょうけども細い道この微妙な細い道まで、えー、描き込んでありますこれが大通りでしょうねそしてその間にまああの細い道があるわけですけどもまず皆さんはこの事実をしていただきたいと思うんですよねあの道の太さがきちんとあの表現してあることこのあたりもそうですね細い路地まで書き込んであるということですねしかもその角度、えー 太さし、しつこいですけども、太さまで、道路のね、幅まで、あの違いまで表現してあるということですね。今のところも道が一回ちょっとこう折れ曲がってるんですけど、こ,れこのところもそうですねあの、今は道になってますけども、太いところは太くというふうに、その太さもですね、あの正確にあの航空写真のようにあの表現してあるということなんです。この角を見てくださいね、細い道と太い道。そしてここで、 今これ、あのこのや,ややこう斜め下のほうに下がっている道の表現ね。あのってことは、このダ・ヴィンチはこの地図を書くときにです、ね、で書く各通り、それぞれの通りの角度まで全部きちんと測っ,て測ったということになってしまうんですね。 そしてこの細い道。今のやや曲がった道。まあ2、二度目ですけども。そしてここのところ、太い道はここでぶつかって、上からの細い道がここから、あの、入り口が細くて中が太くなってますでしょ今のところね。で、この広場のところを見てくださいね。で、これを広場をここへ持っていきます。そしてこの辺りがどんな様子であるかということは、まあ、これは500年前も今もここが広場になっているわけですけども、その広場が実はこういう風になっているわけですね。 いわゆるその目線の高さではです、ね、こうしたごちゃごちゃした町並みというのは、まあ、当時は家は少なかったにしてもですよあの、広、全くの平らな場所をこの測量するという、ま、問題でもないんですよね、まあ、そしてこの道があの書き込んであるわけですけれども、ここでもまあ細い道がここにこうありますね、そしてその十字路がややずれているところまで表現してある。 でこのまあ、く繰り返しになりますけれども、ただのど地図ではなくて、まさに空から見た家まで書き込んであるということなんですよね、そしてその家も、まあ、あの大きく家は変わったんでしょうけどもあの、残念ながらはっきり見えませんが、それ、この今度、横線に切ってましてね、これを逆さまにして、まあ、逆さまにすることによって、称号が楽になりますから、こうして合わせてまして、まあ、ですと、ね、ぴったり重なるんです。ということは、 極めて正確に、まあ、普通では考えられないほど、それこそもう道路一本一本全部精査して、何メートル、何センチまで測って、3インチは無理にしてもね、測ってこうして合わせて,作ったってこと、地図を作ったってことです、上がベンチの地図です、別のところでも同じように、あの同じ箇所を切り出して、下を逆さまにします、こうすることによって、アップサイドダウンにすることによって、ですねあの幅の間隔、プロポーションをね、正確にすることができますから。 そしてこの道を合わせてみますと、これはあの上下がね、ゃややずれてますから、あの、この矢印のところで見てください。このようにぴったり重なるんですね。ということは、あの、この地図を作るにあたって、ただ測量しただけではなくて、角から角まで何メートル、何,何十セン何十何センチっていうところまできちんと測量してやったっていうことしか考えられません、ね。もし人間が書いたとしたらですよ。 こうして、この、なんて言いますか、道ができていくわけですけどこの広場もそうですね。これはまあ、先ほどもお見せしました。で、今度はですね、じゃあ、プロポーションはどうかと。で、この距離が1058.9メートルなんですね。で、地図の上で測りますと、82。 ミミリ8ミリセンチなんですあの小,さく小さいですから当然エラー出ますよね、でここが524.2メートルなんですね、この黄色い線が、ちょうどあの角から角、測りやすいところを選びました、そして測りまして、こう同じようにいるあの色のメジャーで、あのー、測っていきます、そして、えー、測りましたですね、そうすると、その距離をですねあの紙,紙の測った82ミリで割ると 12.、12.91、12.63という数字が出てくるんです。 で、これじゃ足りませんので、さらに2箇所念のために測ってみました。で、ここが474メートルで38ミリですね。あの、プリントアウトした地図の上では。で、割りますと12.47。わかりますかこの正確さ。で、今度は780.5メートルですけども、それはあの紙の地図の上で測ると60.5ミリメートル。割ると12.90ということになるわけですね。まさに、 性格上にですね、いわゆるこのエラーの,あの誤差っていうかあの紙,紙で測ったセンチはあのどうしてもあのあのエラーが出ますかね、これはまさに写真だということですね、これが私の結論です。これは手で書いたものではありません。で、いあのイモーラの街を、まあ、見ていただきますが、このこ,こはあのダヴィンチの時代からあったところですね、こうしたもの、これもダヴィンチの時代からあったものですね、イモラのストリートビューです。 あと、まああの、道路のことはね、500年前のことですから、わかりませんが、現在要は、現在はこういう感じですね。こういう中で、先ほど申し上げましたように、地図を作るということは、あ,あのような地図を作ることは、はっきり言います。不可能です。空から写真を撮って、それをそのプリントアウトして、それを元に地図を手で描き写すことであれば可能ですけどもね、人間が測量して作るのは不可能です。 可能だというなら可能なるなる方法を見せ,見せていただきたいと思う。さらにダヴィンチは手のコンタ、まあ、はっきり言えばインチキをしてますね。この放射線を見てください。いっぱい線書き込んでありますでしょこの線は全く無意味なんです。あたかも、この測量して書いたということを見せかけるために、全部でですね、32等分して、そしてその、あの、測量したように見せかけてるわけですね。 こんな線を引いたところで、街の、それが、あの、なんて言いますか、地図が書けるわけがないんです。ということで、あの、三角測量、測量でね、三角形を合わせていろんな、あの、ま、それは、あの、あの、現在の方法で使えばできますけども、しかし、そういう、そうでなければ、地上にね、歩きながらこの地図を書くことは、こんな、あの、不可能ですし、この線は全く無意味だということです。これがダヴィンチのトリックです。 ダビンチは